シバを仲間にしてアイネを仲間にする。アイネは仲間にしなくていいんじゃないかな。勝間大佐のなんかね、 RTA するとき3人目の仲間は無視するらしいから、あまりにも面倒くさすぎて仲間にする価値がない。じゃあ勝間大佐のイベント、まずはデウス村で勝間大佐の情報を入手する。この人だっけ。じゃあこの人はあれだ、薬教えてくれる人。マフルでもいいかもね。あなたは命の恩人だわ。勝間大佐っつってたのかな。アークシティの重要な施設に入るには ID カードが必要だ。アークシティの勝間大佐に会うがよ。これでいいのかな。まあアークシティに、まあこっち行って、まあまあ行こう行こう。今日が変わるまでにはクリアしたいんだけど無理かな。ここがアークシティの行政区と居住区がそもそも分かりにくい。ここ行政区っぽいんで、300ゴールドの情報を購入。話す。どうだね、情報が分かる。行政区だね。300ゴールド。ありがとうよ。勝間大佐に会ってみな。はいはい。で、勝間大佐に会う。勝間大佐どこにあるの誰が勝間大佐なの、教えて。教えて、おじいさん。そこのどこか、わら。君かな、勝間大佐。ゲーム内容が全く頭に入ってこない、わら。お前のことは聞いている。人類の敵はお前たち、サイキックじゃなかった。奴らは外の世界にいる。これをあげよう。何くれたのか言えよ。見つけた、やった。あ、いって、む、ゴールドカードもらいっと。で、次は？いた、わら。ゴールド ID ゲット。もらって、最後の仲間イベントでシルバー ID カードが4枚、ブルーが2枚。お。どうも、オスお願いします。買う。ブルーが足りない。ブルーが2枚、シルバーが4枚。ふう、持ち物。なるほど、やっぱブルーがもう1個いるね。病院に行く。ちょっと今ここで試そうか。セーブ入ります。とりあえずこっち一番右はまだ更新しちゃダメなタイミング。お、通れた。このゲームマジで何もわかんねーな。シルバーカードが減っている。よし、じゃあこっちから行くよ。消耗品か。病院のマップ左下の男に会う。あいつか。どうやって？あっち飛べんのかな。ブレイクで壊すのか。消耗すんのね。
1枚使います。ここかな、普通に考えて。ブレイク、ESP。 おお、いい音。もう一人の仲間のことを聞きたかったらマックスにやってみなさい。で、マックスの情報、これもしかして2倍目使うマジで。持ち物、嘘だろ。しょうもお前どっか行けよ。つらい。で、妖精区の外にいる男にマックスのついての情報を得る。情報をよこせ。お前か。こんにちは。マックスって誰？マックスのことを聞いてどうなる？あいつは死んでしまった。お、この子か。病院にいる男にマックスについて集めた。あと19行くことになるやん。あれ、これまた違うのか。今ここ行政区だよね。で、また病院に行って。合ってる。入院している患者さんは面会謝絶です。ブレイク。プリズムブレイク。そうか、マックスは死んでいたのか。お前が探している仲間はナターシャが知っている。どんどん進んでるね。攻略見て巻き戻しフルに使ってこの状況。次はさ、ナターシャいたね。ちなみにこれ3人目のアイニを仲間にするイベントが進んでないんだけど。まあしょうがないしょうがない。次ナターシャ。ブルー ID が1個足りないんだけどな。まあまあ一つずつやろ。なんで巻き戻そう。なんで街から出たらわけのわからねえとこにいるんだよ。おかしいんねえか。まあおかしいんじゃねえかこの子。なんで町に入って町から出るとなんでここに出んの。これがわからない。いや、これもわからない。わかる要素がねえんだよこのゲーム。やったこのゲームも。何もわからない。ここどこだよ。おー、やだ。どうなってんだよ。出口にワープゾーンでもあるんでしょうか。これ当時いくらで売ってたんだろう。おー、やだ。5800円くらいじゃない。何もわからん、わら。場所によってワープ地点が違う。攻略見てもわからないからね。わからん、わら。ここどこ、わらわら。よし、戻ってきた。ほんとね、これエンカウント無視できるからいいけどさ、レベルも上げる必要ないから。あった、ここか。こんなもん、クリアできるわけねえだろ。よし。まあ、この辺で、セーブ。ね。このゲーム、終夜さんでなかったら見るに耐えなかっただろうな。大丈夫、大丈夫。こんなグダグダプレイを動画にする人間なんていねえから。ちゃんと分かったね。RTA 動画とかになってると思うから、普通の人は。酸素パイプがね、そこじゃねえ。ここか。どこどこか。都心や海外の人とこのマップ、どっちが迷いやすいんだろう？ここどこ？
今ね30分ぐらい記録あるらしいから、この機能全部使えば抜けるかもしれないね。レベル上げとか不要になるから。伝説のポケモンがいそう。こっちだ。入れるときと入れないときってわけわからない。わけがわからないっす。よし、帰ってきた。さあ、最後の仲間、アークシティの病院に行って右下ブレイク、マックスは死んでいる。じゃあナターシャに会おう。よし、これだ。ナターシャに会うぞ。ナターシャは女の子。君かい、ナターシャ。もう一回左だってみよう。サムです。ここじゃなかった。あなたの探している人は警備室に閉じ込められているはずよ。入るブルー ID が必要。持ってないならアーサーに会ってみて。さっき先に聞いた気がするけど、アーサーに会ってブルー ID をもらう。よし。今中盤くらい。話す。ナターシャから話は聞いている。 ID カードを持っていくがよい。で、警備室、右下の警備室。こいつか？このゲーム ID とか出てくんの？こんにちは、マイクです。お前じゃないよね。いい加減にしろ。いい加減にしろ。お前か？友達のマイクに会ってごらん。こんにちは、マイルです。おわからん。お前か。今までいなかった人がいるんじゃない？子供がうろちょろするんじゃない。今までいなかった人が誰かすらわからないけどね。あ、出た。赤い。あー、いた。私の名前はアイネ。あなたも私と同じサイキックね。私の友達は、見つかってしまって取られてしまったわ。お願い、仲間にしてくれない？ピンクの女の子。やった、3人目。いやー、これでチャートがね、一応今9まで終わったね。一応3人目無視中なんだけど、3人目もね、できるんなら仲間にしたいよね。これはあれかな、セーブポイント更新していいよね。セーブポイント更新するよ、更新するよ。やっと1個進んだ。更新。よーし、26分。おかしいな、現在録画の尺はすでに1時間45分なんだが。アークシティアイネ仲間、これで検索しようか。また別の攻略ページ発見。これは違うね、この攻略ページ。誰かが勝手にリメイクした星を見る人だね。誰かが勝手にリメイクしたやつだ。いや、いやいやいや、不思議だね。同人ゲームですアイネを仲間にしたい。テレパシーを覚えたいんだけど、3人目のキャラ。アークシティ居住区にたどり着けば簡単に仲間になるらしいんだけど、簡単に仲間になる？いや、簡単とは。ここはアークシティ居住区だよね。ここまでは面白いところが垣間見えたが、いなければクリア可能だって。簡単に仲間になるらしいんだけど、簡単じゃないよ。ここが居住区のはず。ここ居住区だよね。今仲間したのミサだよね。どこにいるの？簡単って何？ちょっとアルマジキコード取っていい？
今から棒読みちゃんの音が消えるけど、他の音入れないためにね、一旦ね、ちょっと棒読みちゃんもミュートにする。今から俺がする行動、普通じゃありえない。星を見る人の RT 動画を見る。RTA。これでいいか。1時間57分。まあ2時間切り、なかなかですね。あ、もう仲間にしてる。早いな。7分39秒でも仲間にしてる。早っ。アークシティの地下。もう仲間になってる。あれ、この子たち仲間に。あ、パート1とパート2のパート2を起動した。これは仲間になってる。パート1になるよ。RTA の人と違ってレベル上げしなくて、お、まだいない、まだいない、まだいない、よしよし、そろそろか。アークシティ、よしよし、まだ仲間になってない。居住区を目指す、よしよし、居住区到達。おっさん教えてくれ、どこで仲間にするんだ。まずはジャイロエス、まあ攻撃力はいらないね。さあ見つけた、見つけた。まずはアイネのところに向かいましょう。さあ、アイネちゃんはどこにいるんだ、教えてくれ、私に教えてくれ。いる、いる、いる、はい、判明しました。さっきの子がアイネちゃんです。はい、じゃあ、ミュート解除してみんなの棒読みちゃん復活。はい、さっきの子がアイネちゃんです。さっきの子、笑、笑、笑。じゃあずっといたんだここ、俺が気づかなかっただけ。え、笑、笑。じゃあ今テレパシーが使えるようになったはず。笑、笑。ESP テレパシー、あなたは使えません。あれ、笑、笑。あれ違う。うん、やっぱさっきの子がアイネちゃんだね。じゃあまだ最後の人のイベント止まってるね。ミサちゃんがまだ止まってる。今ミサちゃんを仲間にしようとしている。あ、次行政区に行かなきゃいけない。行政部の右、行政区の右下、OK。ずっといたっぽいね、ここに。俺が気づかなかっただけだね。きつい。きつくないところがない。あ、別にほんま4人目は仲間にする人ないんだけど。まあ、せっかく来たんで行きますか。とりあえずね、速度4倍がデフォで、ちゃんと街出たらその街の外に出れて、で、戦闘バランスを改善して毎日楽しく見ています。ね、うん、そこまでやるのも完全に別ゲーだと思うけど。で、ここの行政区の右下、警備室の右下、内部所見です、ゲームが変わる、わら。いたいたよ、いた、わらわら。それ以上はいけない、帰ってきて。あの ID カードの問題で多分これ一歩でも行ったらもう二度と戻ってこられない気がする。これ以上行きたくない、帰ってきて。下、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 いた、わらわら。上じゃねえ、下だっつの。あ、行けるわ、大丈夫だ。私はミサ、助けてくれてありがとう、私も一緒に行くわ、やった。出れるか、せっかくだからちょっとこいつも話しとこう。この木の下に渡してくれ。4人揃った、あなたは使えません。頼む、炭じゃない、アイテム、ゴールドカード、ブルーカード、よし、やったぜ。
おお、ブルーガード消滅。木下いたよね。よし。話す。こんにちは。カード持ちかけてきたやつが木下だった。お前か。お前の、渡してくれたメモにはあいつとやったポーカーの借金が書かれているんだ。うん。で？だから。わらわら。だからどうした？もういっか。もういいよね。4人揃った。このイベント何なの？とりあえずね、次は酸素パイプを手に入れて宇宙に行くらしいよ。あ、そろそろ終盤です。このまま行こう、わらわら。そろそろ終盤です。